羊のお話です。あるところに羊を飼っている親子がいました。お父さん、今日もたくさん草生えてるとこ見つかってよかったね。ほんまやな、川にも連れて行けたし、そろそろ帰ろか。この頃夜暗くなるの早いもんな。ほんまやほんまや、日暮れてきた。そろそろ羊たち集めようか。はーい。おーい、みんな集まれー。めー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 。100匹みんないてるかな。1匹、2匹、3匹、4匹、97匹、98匹、99。あれ？おかしいな。100匹おるはずやのに。1匹足りへんね。大変や。どこでおらへんようになったんやろう。お父さんについてこないで。勝手に好きなとこ行ってしもうたんやな。探しに行こう。でもお父さん、ここにいる99匹はどうするん。置いていこう。みんな集まって固まってたらきっと大丈夫や。それより1匹だけでは自分で絶対に帰ってこられへんからな。探しに行ってやらなあかん。行こう。羊って目悪いし、耳も鼻もあんまり良くないから、一匹では道分かれへんねんな。今頃迷子になって寂しくって泣いてるかもしれへんな。ほんで暗くなったら狼来て食べられてまうかもしらんし、あかん。急がな。うん、みんなここでおとなしく待っててな。おーい、メイコー、メイコー。どこ行ったやろな、メイコ。どこ行ったやろな。木の陰におるかな、メイコー。おれへん。おらへんか。あの岩の向こうかな、メイコ。おれへん。どっかの隙間に挟まってんのかな。だんだん暗なってきたな。もし暗くなるまでに見つかれへんかったら明日にする。明日？いや、絶対に今日中やで。今日中に見つける。ほっといたらかわいそうや。大事な羊や。そうやな。怪我してなかったらいいけどな。おーい、おーい、メイコ、どこにおるんや。おーい。メイ、あ、羊の声や。あの岩の向こうから聞こえたな。あっちあっち行くで。おった。崖から下に落ちたんやん。よし、待っときや、メイコ。今助けに行ったるからな。お父さん、行ける？大丈夫、ゆっくり。大丈夫。いた、いた。お父さん、頑張って。もうちょっとやで、待っときや。あー、よかった。見つかってよかった。お父さん、あっちこっち怪我して血出てるで。なんともない。それより一匹でもおらんようになったら悲しいね。どの羊でも一匹でもいなくなったら悲しいな。そうや、みんな大事やねん。ほんまによかった。嬉しいわ。今日は友達呼んでごちそうや。パーティーしよう。やった。
よかった。ほんまによかった。私たちはこの羊のようです。崖の下に落ちてしまったような時、この優しいお父さんのように神様は私たちを助け出してくださいます。どんなところにおってもです。終わり。